ち。お客に戸惑っちゃった。俺の任務片付けねえとな。ハンジ。ソニーとビーみたいも命を張っておかげだ。分かってんならな、クソメガネ。感謝に耐えないよ。やれやれ。巨人を捕獲したので安心しました。まあ今度は実験に付き合わされるんでしょうけどね。とお前も来るわけは絶えねえな。仕方ないって諦めてます。馬まだ増えてない。装置の点検は十分だ。全員に話しかけよう。ハンジは大喜びだろうな。2体やから。新しい装備は到着していますっていうからね、これ気をつけないとな。先に確認しとかないと大変なことになってしまう。大丈夫だな。じゃあ新しいのを作ろう。とりあえず武器はね、こっちの方が強いは強いけど耐久度も落ちるし通常でいく。なんでこっちだな。ガスの量と圧。これ圧倒的だな。ガス圧と量は。ただ武器が変えられなくなるのが厳しい。やっぱバランス型かな。となるとこれ足りない。2か2は厳しい気がするな。でもこっちだったら作れるんだよね。射程が減るし強度も減る代わりに巻き取り速度が超速くなる。なんだかんだでバランス型が一番使いやすそうなんだよな。どれか一つなら作れるんだな。これいってみようかな。クラマ。それだけにね、武器の耐久が高いのじゃないと厳しいけど、今のやつそれなりに高かったよな。うん、耐久160あるし、これならいけるだろう。玉鋼だ。まあ結局お金が足りないんですけどねっていう。お金も材料も全然足りん。まあ苦労しながら頑張ろう。ほうほう。あの装置、革新的な発明かもしれませんよ。さすがハンジ大将、分隊長。単に殺すより大変でしたね。なんとかなってほっとしましたよ。ペトラ。単に拘束するのにも使えそうですね。と。さすが団長。よかったですね。気の済むまでいじくり回すだろう。その実験には付き合いたくないです。本来の任務に戻れますね。おお。お学に協力した甲斐があるってもんですよ。これでも判事分隊長に振り回されないで済みますよ。さあ増えてる？増えてない。じゃあ話を進めようじゃないか。団長。了解だ。エルヴィン、部下にも気をつけるように伝えておく。
間違いない、間違いないじゃん、問題ない、準備はできている。いわゆるエルド、ジン、グンタ、シュルツ、ペトラ、ラル、オルオ。岩井が自ら選出した全員が並外れた魚人討伐数、討伐補佐数を誇る調査兵団屈指の精鋭班である。食べられちゃう、俺の腕補正だろ。見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。痛い。お前らなんかきっとリヴァイ兵長が。シャキーン。もう少し早ければ。ちゃんと装備に合わせて変わるんでね、ここグラフィック。いいね。まだ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。ペトラ、お前は下の兵士を解放し、残りの全員で巨人を片付ける。本体を守りつつ巨人を一掃するぞ。巨人を全員ぶっ倒すぞ。オーケー、本体の壊滅に注意する。リヴァイ兵長、前方に新手の巨人です。どいつもこいつも、ふざけた動きしやがって。おとなしくしてろ。ちょっと多いな、さすがにこれは。お前の肉を一回逃げよう。そげねえだろ、多すぎる。端っこから順番に。まとめて相手して。何食われてんだ。一旦逃げる。ちょっと数が多すぎる。詰まる詰まる。とっとと数減らすか。縁談の元へ急げ、助けを求めてる。来たね。まとめて相手してまとめて相手してやるぜ。もうやめとこ。固まってんな。その手はもらったからの抹殺。まずいまずい。壁に当たってるぜこのバーカー。バーカが隙を見せたな。縁談の元へ急げ、助けを求めてる。次の巨人はどこだ。やめとく方がいいな。俺にしてやる。結構厳しいな。倒しとこう。エアが一つしか残ってない。ミケが。ここが限界か。足もらった。
回転切り。巨人強くなったな。リヴァイでも倒せないのか、一発だと。アンジ隊助けに行こう。ハンジ助けてやるぜ。何やってやがる、クソメガネ。夢中になると状況も見極められねえのか。おら、ハンジの救出成功。ハンジが仲間になった。いやちょっと巨人を集めすぎちゃったね。せめて結果を考えて行動しろ。この数を一気に相手にはできねえぞ。ちょっとこの数は一気には厳しい。確かに捕まった。捕まった時の評価は厳しいな。その手もらった。逆の手ももらっとく。もらえない。よし、補給補給。そこの足を起こせ。 SOS。 助けれるか。無理だ。本体が攻撃されています。救援しましょう。助けたいんだけどね。ぶっちゃけきつい。こまめにエアーを確保しないと本当何もできんな。エアが尽きる。きっつい。エアを回収しにここに来たはずなのに、補給兵が死んでしまっている。やばいやばいやばい。助かったか。その代わり俺が捕まった。おー回った。危ねえ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 。どんどん倒すしかない。よし、なんとか一応間に合いましたか。ブレード、回復薬。
そして補充。助かった。もう一人いる。やっぱ早め早めの補給を心がけないと大変なことになってしまうな。くれ。助かった。よし向かおう。これでだいぶ楽になった。まとめて相手して。まずは足だ。硬いなこいつ。倒しきったろ。ここは片付いた。全滅はしなくて済んだけど。巨人発見の縁談だ。行くぞ。上から行くぞ。兵長、索敵班の報告では巨人の群れが接近中とのこと。じゃあ来る前にまず倒す。おとなしくして俺たちで仕留めるぞ。囲まれねえように気をつけろ。よし、ここはモブリットに一肌。その右手もらった。救援要請。無視はできねえ。でもこいつ倒しとこう。ナイス。ここだ。手ももらっといてと思ったんだけどうまくいかなかった。救援を優先しよう。まずもらう。巨人たちに接近してこっちに釣り出してくれないかな。分隊長、いくらなんでも作戦が無茶すぎます。あーもう足。チッ、取られた。飛行士です。町の中心に向かっています。止めないと。チッ、本体を守らねえのか。飛行士の迎撃に向かうぞ。巨人の王、こっちだ。こっちで来ないか。よし。どうした。モブリット、うまく分散させられたね。これで巨人を確保撃破できるよ。そこだ。さあ次は本体を守りに行かないと。本体が全滅しちまう。よし。俺たち調査兵団の力を見たか。まずは足。よくわからん動きしてるなこいつ。俺の敵じゃない。この巨人も抹殺。よし、守りきった。足。
と右手もらっとこうかな。そしてフィーに足りるブレードが、でもまあ楽勝。ガス発見。お前のガスは無駄にしないぞ。敵のでっかいのがいないうちにとりあえずちっさいやつだけ倒しとこう。正面からは戦わんぞ。すみません、兵長。けどこの逆の、あー、ガスくれる、ガスくれる、ガスくれるんなら俺もらう。そこだ、この裏か。お前のガスは無駄にしない。自分向いてるか分かんなくなるんだよな。こっちだ、こっちの方に行くぜ。この先の広場させるところが少ないんだよな。こいつ倒したら V ないしも直接倒しちゃうか。捕まった、助けて、助けてみんな。飛んだ。回復薬はまだまだいっぱいある。よし、これで少しは安全になったな。罠も大量にあるじゃないか。外側から順番に少しずつ行きたいところ。連続グリーン。覚悟しろ巨人ども。さてと、フィニッシュ。そしてガスの追加。いるいる。材料もらいます。ぐるぐる回る、やめとこう。よし、い、手を壊す。これが俺たちの力だ。リヴァイ一人の力じゃないですかね。その左手、イエスだね。足そして同じ連撃すれば倒せんだろう。ブレードの残りがグンタを守るんだ。
しょう。ブレードの開発権全部したいってのかな。補充兵から回収したいな。かっこいい空中で。残りは巨大なやつが3匹。ガスもまだ余裕あるし倒しちゃいますか。今日こんな まずは足。武器欲しい、武器じゃない、アイテム欲しいなと。そしてアイテムさえ稼げばもうお前は用なしだ。あと2体あとはお前だけだぜ。その右足もらった。フィニッシュ。さあボス来るか。足、逆の足ももらった。フィニッシュ。なんとか持ったな。さあ来た。はじめましてカメラさん、よろしくね。ガスはちょっと補充しておきたいな。しつけえ奴らだな。その肉切り刻んでやるから待ってろ。ここか。兵長、俺たちでやってやりましょう。もう一本あるから回収しなくても大丈夫そうだけど、まああって困るもんではないし。ブレードもあるな。いっぱい来た。まずはお前から。逃げること優先。こっちの雑魚を先に倒させてもらいますかね。塀になってたな。直接同じを行きたいんだけど。こういう方先狙いたいんだけどな。来た来た。お前は倒しとくぜ。狙われてやめとこ。ブレード交換。足から順番に行くぜっと。腹をくくれお前たち。くたばれ。さすがに切ったろ。こっちの足ももらった。そして次は手だ。逆の手も切って、もうお前はもう丸裸だ。
と思いきやそうでもないみたいな。こっちの手も壊しとくか。捕まった片手で頑張るなこいつ。やばい。やっといった。ケツ、お前のケツでかいな。アドは決めるだけ。いったろうと思ったらまだまだ体力ある。決まった。捕まっちゃったから有効討伐にしかならなかったけど。ここは制圧した。作戦完了だな。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう、俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。ええ、きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。うわー、やっぱ時間がかかっちゃうな。一発で V 破壊すらできなくなってきてる。やっぱもっと武器とね、装備を強化したい。どんどん厳しくなってくる。新しい馬が急降下攻撃。あ、今やっと覚えたのか。情報から攻撃することで大ダメージを狙うべきだな、これは。もっともっと資金をください。もっと素材もください。ペトラ。